あの僕の尊敬する高久先生の本、注意が取れてたんです、うん、注意が散漫だった。今日だって丸の内のあこいたよ、経団連の下のプロントに、うん、お依頼さんが来るとかじゃない、いやー、いや来るかもしれん。経済どういうかなら長谷川会長が来るか、128、大手町いっぱいビルが新しくなってきた、すごいな、あの辺ね、東京駅前よ、うん、でもなんか閑散としてるね。八重洲の方がなんか栄えてって活気がある。僕の髪の袋に入ってる。まああとはちょっと土地が深くないけど。すぐ皇居だから。縦に長い。人が集まった時、集まれるようにしたのに。僕雪が降った日あそこ歩いてね、うん、すごい綺麗だったよ。うん、3年前ぐらい。3月24日。いや昨日 iPS の腎臓のね特許を調べて、あと慶応の本も出て、岡野先生腎臓どうするの、腎臓再生というの腎臓 iPS だよ、移植するんだ。あれ読んだ iPS の本、なんかちょこっとしか読んでない。iPS のなんとか4、ミック4だったかよ。先生がでも紆余曲折でいろいろ、あのね、4つの遺伝子があって、それをなんかね、前川桃子っていう人がね、うん、その1つを変えたらね、iPS の作成が何倍に増えたって、うん、でもね、今もうね、iPS にせんでもね、組織からね、いろんな、もうね、なる方法があるんだって、分化する方法が。iPS は変でも。高橋なんとかさんがすごくあるやつ。あの人が、なんか、数学で、うん。奈良先端。高橋なんとかさんは、そうなん。でももう iPS 古いって言う人もいるよ。もう iPS を変でもできるって言うけど。でも一時代を切れたのは間違いない。受精卵じゃなくて、受精卵じゃなくてできるんよ。昔 ES 細胞は受精卵とかやったけど、それ倫理的問題があるように受精卵があるの。それだから皮膚とかからできるのが画期的な iPS って。倫理的問題が克服できるから。うん。だから皮膚から精子を作れることもできるって言ってたよ。皮膚から卵子を作れるよ。だから受精卵を使わなくていいっていうのが最大のメリットよ。メリットっていうか倫理的問題が少ないっていうの。まあ免疫のあれもあるけど、しかしもうそれもなんかもう通り過ぎてる。とりあえず早くもう実用化してほしい。あの IgA 腎症とか腎臓の糸球体を再生してほしい。僕として社会が望んでる。で、iPS を使うと薬の実験ができるんだって。糖尿病とかその組織にぶっかけて反応を見るんだって。糖尿病とかそれを武田とやってるんだって。山中先生武田に行ってるって言ってる。そうなんだ。僕も今日行ったけど、うん、
前川桃子って言ってたら前川桃子ってなんか iPS からウイルス系に移ったとか聞いたけど、そう高橋正代を小深田春子みたいな。またアメリカの金融当局者からは他の的な発言が続いており、利上げ観測が強まっていることに加え、ユーロが支援を受けた。僕の住んでいる友達は渋沢さんの弟が京大医学部にいたよ。いるかもしれない。渋沢寛平君って